皆さん、こんにちは。今回は菅沼奈々さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今期の国内女子ゴルフは2023年11月26日に行われた JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップで全日程を終えました。22歳の山下美夢選手が大会連覇を達成し、1988年のツアー制施行後史上6人目、そして史上最年少で2年連続の年間女王に輝きました。今季初勝利を含む2勝を挙げた菅沼奈々選手は自身のインスタグラムを更新し、感謝の言葉を綴るとともに女子ゴルフの盛り上げ、さらにはオフに7ロスさせないための約束も記しています。ここのあたりは最後までアイドルを貫いていました。菅沼奈々選手は今季待望の初勝利を8月の NEC 軽井沢72で挙げ、10月のマスターズ GC レディスで2勝目をマークしました。獲得賞金も自身初の1億円を突破するなど大きく躍進しました。今期から JLPGA ブライトナーにも就任し、 SNS を中心に女子ゴルフの魅力も発信しています。国内女子ゴルフの顔としての役割を果たしたのです。最終戦を戦い抜き、同月28日に自身のインスタグラムを更新しました。皆様、改めまして2023年シーズン1年間ご声援本当にありがとうございましたと書き出し、感謝の言葉を綴りました。2回の優勝を喜ぶ一方で、メルセデスランキング10位以内に入れなかったことはすごく悔しいです。まだまだですと年間ポイントを争うメルセデスランキングで11位にとどまったことに言及していました。それでも JLPGA をもっともっとたくさんの方に知っていただきたいし、 JLPGA をもっともっと盛り上げていきたいですと女子ゴルフのアピールには積極的な姿勢を見せています。来年はもっと強くなって、もっと可愛くなって帰ってくるので、2024年シーズン楽しみにしていてねと綴り、あ、そうだ、オフシーズンはオフ7投稿をするので、たまに見てね、7ロスにならないようにするねとアイドルらしい言葉でファンサービスの充実を誓っていました。自身の果たすべき役割を明確にし、それを真っ当に実行するあたり、強さの証拠はそういった自信からも見えてくるのではないでしょうか。昨年は初のシード選手として臨んだ2022シーズンにトップ10入りを15度記録し、メルセデスランキングも8につけて飛躍の年となった女子プロゴルファー菅沼奈々さん。改めてアイドルのような笑顔が素敵です。菅沼奈々選手はファン人気も高く、2023年からは JLPGA ブライトナー、 JLPGA ツアーの代表としての役割を担い、女子プロゴルフのことをもっと多くの人に知ってもらうために SNS などで発信活動を行う選抜選手の一人に選ばれていました。この機会に菅沼奈々選手について詳しく知ってみてはいかがでしょうか。ここで菅沼奈々選手のプロフィールを見ていきましょう。菅沼奈々選手は2000年2月10日生まれ、東京都立川市の出身です。身長158cmで、血液型は AB 型です。埼玉栄高等学校を卒業し、2018年7月27日にプロテストを受験しました。見事合格し、2018年7月28日に LPGA に90期生として入会しました。現在、IOI 日生同和損保に所属しています。スポーツ歴は、スキー、スノーボードなどウィンタースポーツにも精通し、趣味は、ライブ鑑賞、住宅展示場に行くこと、物件を見ることと少し変わった趣味を持っています。好きなアイドルは、セクシーゾーンの佐藤勝利さんだと公言しています。憧れの選手として、女子プロゴルファーの渡辺彩香さんを挙げています。菅沼奈々さんの出身高校は埼玉栄高等学校です。スポーツが盛んな高校で、ゴルフの強豪校としても知られています。菅沼奈々選手はゴルフ部に所属し、2017年の日本ジュニアゴルフ選手権競技では優勝を果たしています。2018年にはプロテストに一発合格を果たしました。ただ菅沼奈々選手は埼玉栄高等学校進学時、
プロ志向は全然なかったとのことです。高校3年生の時に日本ジュニアで優勝した時でさえも大学進学を考えていたぐらいだったといいます。優勝できた流れで翌年のプロテストに臨んだら一発で合格して、プロゴルファーの大変さをあまり知らないままいつの間にかプロになっていて、そのまま QT を通過して気づいたら試合に出ていた。こんなに試合数があることも分かっていませんでしたと語っています。このあっけらかんとした感じもあまり気負うことなく試合に臨むので強さの原因の一つかもしれません。続いて噂されている菅沼菜々選手の病気と現状について見ていきます。若手プロゴルファーとして注目を浴びる菅沼菜々選手、実はある病気と戦っていると公表していることをご存知でしょうか。菅沼菜々さんは不安障害を抱えています。菅沼菜々さんは高校2年生の時に不安障害の一種で無気力症候群に陥ってしまったそうです。そしてその後広場恐怖症という不安障害にもかかってしまいました。広場恐怖症については2020年6月に菅沼菜々さんご自身が公表しています。どちらも不安障害で現代病のくくりになるようです。まず不安障害というのは生活習慣病のように明確に病気の原因がわかるものとは全く異なります。一見昔の感覚で言えば気合でなんとかといった根性論でなんとなくごまかされてきました。心の病というのは明確に完治したということが分かりにくく、すぐに治る人もいれば数年の人も、また一生付き合う人もいます。菅沼菜々さんのかかった無気力症候群、広場恐怖症とはどういった症状なのでしょうか。無気力症候群とは意欲が低下したり自発性が低下したり感情の起伏が小さくなったり周囲に無関心になったりするような無気力な症状を言います。無気力症、アパシーシンドロームとも言われています。これらの反応は強いストレスから心を守るための逃避行動だとも言われ、その人の一番の本業に対してだけ無気力になっている状態のことを指すそうです。仕事をしている社会人であれば仕事が、学生であれば学業が、専業主婦であれば家事がといった具合に、その人にとっての本業にやる気が出ないという状態だそうです。ポイントは本業に対して無気力かどうかが重要です。たとえ自身に全く関係のない分野に対して無気力であっても、それはこれにカテゴライズされないということです。一方広場恐怖症とは、自分を制御できなくなるような症状やパニック様症状が起こった時に逃げることが困難であったり、または助けが得られなかったりするかもしれないという状況において恐怖または不安を抱く病気です。その恐怖や不安や回避は持続的で、社会的、職業的または他の重要な領域における機能障害を引き起こすことがあります。現在菅沼菜々さんは治療として、薬を使っての治療はドーピングの関係で使用できないので、カウンセリングや何種類かの方法で今は治療を行っているとのことです。これらの不安障害の現状はどうなのでしょうか。無気力症候群については、菅沼菜々さんが高校2年生の冬から約半年近くゴルフから離れ、その際病院を5つ回ったとのことです。そこからの復帰のきっかけはアイドルグループセクシーゾーンの横浜アリーナライブに足を運び、お気に入りの佐藤勝利さんの雄姿を見て、いつか私もプロとして人を感動させてみたいと再起を決意したことが症状緩和につながりました。広場恐怖症については、現在菅沼菜々さんは治療として、薬を使っての治療は先ほどと同じようにドーピングの関係で使用できないので、カウンセリングや何種類かの方法で今は治療を行っているとのことです。広場恐怖症という病気で公共交通機関に乗れないため、父の運転する車でツアーを転戦しているそうです。今も新幹線や飛行機には乗れないため、ツアー転戦はすべて父新一さんが運転するワンボックス車が頼りです。長距離移動の負担が大きいのはもちろん、沖縄や北海道での試合は欠場するしかありません。そんな中で昨季は2位が2度、トップ10入り15度、年間ポイントランキングは8位に入りましたが、優勝にだけは届かなかったようです。菅沼菜々さんに現在彼氏はいるのか調べてみましたが、詳しい情報は見つけられませんでした。ゴルフの練習などで
彼氏などを作る時間もないのかもしれません。ただ好きなアイドルというのでセクシーゾーンの佐藤勝利さんを挙げています。佐藤勝利さんの存在は菅沼奈々さんにとって命の恩人と言っても過言ではありませんでした。佐藤勝利さんの顔が好きなのだそうです。かなりの面食いなのでしょうか。今後は恋愛事情にも注目していきたいと思います。いかがだったでしょうか。2023年10月19日から同22日に行われたノベデングループマスターズ GC レディースで今季2度目の頂点に立った菅沼奈々選手。この日優勝よりも伝えたいことと書き出し悲痛な胸中を吐露しました。まず菅沼奈々選手は、私はプロゴルファーです。皆さん、ファンの方たちとお話できたり、近況をお伝えしたりするのは、SNS があってできることだと思います、とした上で、だから SNS で私は積極的にファンの方たちとつながれるためにも言っています、と SNS を利用する理由を説明しました。ところが、菅沼奈々選手はこうも続けています。私は考え込んで落ち込みやすい性格ではないのでそこまで深刻に思っていませんが、リプライや DM に否定的なメッセージが来ることが最近よくあります。 SNS は確かに自由に使えるとても便利なことだと思います。でもそれによって傷つく人もいることを知っていてほしいです、としています。続けて菅沼奈々選手はこの際だから言います、とさらに強く訴えていました。スイングの指導、アイドルとか言って調子に乗っている、勘違いしている、練習しろ、 SNS ばっかり当職来ていますがやめてください、有名になったら仕方ない、確かに一理あります、でも私のことを嫌いなら見ない方がいいと思います、と綴っています。そして菅沼奈々選手はアイドルが大好きで、アイドルっぽく振る舞って何が悪いのでしょうか、いろいろな選手がいていいのではないでしょうか、と持論を展開した上で、他の選手にもです、傷つけないでください、と呼びかけていました。この問題は現代が抱える大きな闇と言えそうです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。